他の人たちが最も困っていることは後継者がいないということらしい。後継者のいない悩みが村の悩みになっているのだが、どうしてこれが国の悩みにならないのか私にはわからない。なぜ農家に後継者がいなくなるか、それは米価を見れば歴然としている。後継者をなくそうとする政策がまかり通っているのである。実に国が後継者を失わせているのである。農業後継者がいなければ食料自給率など上がるもんか、上がるわけがない。農業後継者がいなければぶっ壊れてゆく美しい日本が、美しい瑞穂の国が。今僕の住む農村でも農家の息子たちは農業を継がず勤めに出る。両親が年を取り、先祖伝来の田んぼや畑は風前の灯火に泣いている。なぜ農業一本で生活していくことをこんなに難しくさせた。農地がひとたび宅地や工場に変わってしまえば永久に元には戻らない。農業後継者がいなければ食料自給率など上がるもんか、上がるわけがない。農業後継者がいなければぶっ壊れてゆく美しい日本が、美しい瑞穂の国が。減反、生産調整、ミニマム、アクセスなど農家は怒りを通り越して国にさじを投げている。日本国民がみんなサラリーマンになってしまえば元に戻すのは至難の業だ。カエルも泣いているよ、アメンボも泣いているよ、タガメやメダカなんてとっくにいなくなってるよ、トンボも泣いているよ、鳥たちも泣いているよ、そしてなってしまうよ。貯水機能を失った土地はカラカラに乾いて、水田を渡っていた涼しい風も今はない。都会のデスクなんかで考えないで田舎の風の中で感じてくれ。農業後継者がいなければ食料自給率など上がるもんか、上がるわけがない。農業後継者がいなければぶっ壊れていく美しい日本が、美しい